裸氷の上の南極隕石アンスメットでの探索の様子南極隕石とは南極で採集された隕石のこと。かつては南極で隕石はごくわずかしか見つかっていなかったが、1969年に日本の南極地域観測隊が大量に発見したことをきっかけに他の国も採集を始めた。南極隕石は二千十年の時点で四万八千個あり、二千十年の 自転で見つかっているすべての隕石のおよそ77%を占めている。南極隕石に対し、南極以外の場所で発見された隕石を、避難極隕石という。避難極隕石と比べて、南極隕石の特徴としては、以下の3つの事柄が挙げられる。数が多いこと説表上にあるため発見しやすい。こと風化や汚染がほとんど進んでいないことこれら3つの特徴は、 隕石研究の分野に発展をもたたらした南極隕石は主に山脈のふもとの裸氷体で見つかる。これは南極に落ちた隕石が氷河や氷床によって特定の場所に集積されるためであると考えられている。 1911年、ロバート・スコットが南極点を目指す途中で隕石を発見したと記録に残している。だが現物は残っていない。南極横断山脈のベアドモア氷河の源頭にある裸氷体で見かけたという記述があるのみである。スコット隊が持ち帰ったのは隕石ではなく生物が生息していた証拠となる石炭や植物の化石などであった。 同じシーズンの1912年、南自局付近で活動していた、オーストラリアのモーソン体が1キログラムの隕石を採集した。発見場所にちなんで、アデリーランド隕石と命名された、この隕石が南極隕石第1号である。1957年7月1日から1958年12月31日まで続いた国際地球観測年を皮切りに、 世界の各国が南極観測を開始した。しかし、各国の基地は沿岸部やその近くに建設されることが多かった。フィールド調査が内陸部まで、つまり隕石の集積地である裸氷予備まで及ぶには時間を要したのである。各国の基地の中でも日本の昭和基地は大和山脈の近くに位置している。このことが口実する南極隕石の大量発見をもたらした。 大和山脈付近では南極隕石のおよそ半分が見つかっており、南極隕石の最大の産地と表現されることすら、ある広い裸氷体がある。1966年の時点で日本が所有している隕石の総数は二十数個、カタログに登録されている隕石の総数はおよそ二千個、そのうち南極隕石の総数は四個、1969年まででも、 南極隕石は4箇所から合計6個見つかっただけだった。これらの南極隕石はすべて隕石を探して見つけたものではなく別の調査や旅行の途上で発見されたものである。1969年に日本の南極地域観測隊の十字隊が南極隕石を9個発見したことも含めてべて偶然の産物であるとみなされていた。百六十九年十二月、 十字体が大和山無薬付近の裸氷体で表彰の流れを調査をしていたところ思いがけず隕石を9個発見した。十四字体は十字体が調査したのと同じ裸氷体で8個、別の裸氷体で4個、合計12個の南極隕石を発見した。この事実は日本国内よりもむしろ日本の海外で関心を引き起こしていた。 近づいて確かめてみると、皆、隕石であった。ここに来るまで、隕石も何個か拾えるのではないかと期待する気持ちもあった。ところが、裸氷のルート上を走っただけで十数個の隕石を発見してしまった。裸表情の黒いものの全部が隕石。これは、ただ事とではない。矢内慶造、そして翌年には十五自体が、そのシーズンだけで六十三個発見し、 次のの16次体から隕石採集が日本の南極観測隊の正式なプロジェクトとなった。16次体は307個の南極隕石を採集した。そして1981年、日本の国立局地研究所に隕石資料部門が1任人スタッフ1名とともに発足した。1998年をもって同部門は、 南極隕石研究センターへと発展的解組された。その後の日本隊の隕石採集は、隕石採集中に、雪上車がクレバスの中へ転落し、重傷者2名を出す事故を29事態の時1989年1月に起こしたため、以後10年間は南極隕石探査プロジェクトが中断していた。隕石採集が再開されたのは1997年の39時台の、 時のことである。19年ぶりとなる。この時も大和山脈で隕石採集をして4,180個の隕石を採集した。以後も隕石収集を継続して2000年には16,200個の隕石を保有するに至った。2009年の第51次隊は日本隊の大量発見に倣ってアメリカ隊、ドイツ隊、ニュージーランド隊、イタリア隊、まいて 中国隊、韓国隊も隕石収集を始めた。特に1998年から隕石収集を始めた中国は中山基地近くのグローブ山で2010年の時点で1万個以上の2011年の時点で1万2000個弱の南極隕石を採集している。2010年の時点では南極隕石は約4万8000個あり、 日本はそのうち16,836個を保有している。2010年の時点で南極隕石を最も多く保有しているのはアメリカであり、日本の保有数を上回る約18,300個の南極隕石を保有している。非南極隕石と比べて南極隕石は非常に数が多い。 避難局隕石の総数は2006年の時点で約7000個、2010年の時点では約1万4000個ある。これに対し、南極隕石は2002年の時点で3万3693個、2010年の時点で約4万8000個ある。すでにこれほど多くの隕石が集まったのに、なぜまだ集めねばならないのかという質問が上がることがある。 日本の南極観測隊の39時隊や51時隊で南極隕石探査の中心を務めた小島秀康は著者の中で太陽系創世記の姿をジグソーパズルに例え隕石を駒に例えどれほど多くの駒があるかわからないとした上で駒を増やせば増やすほど太陽系創世記の姿を鮮明にできる。だからこんなに多くの隕石を手にしていても さらに多くの隕石を集めたいのである。小島秀康と答えている。東京大学の三河地だけも同様に南極隕石をジグソーパズルのピースに例えている。南極隕石が発見される前は隕石はその希少価値の高さから研究に多くの制約が付きまとっていた。日本国内では隕石を保有する個人や地方自治体が分類すら許さない場合があり。 ヨシンバ科学館、博物館が管理していたとしても、館の財産であるため切ったり割ったりはできなかった。欧米の博物館には研究用サンプルを提供するところもあり、1970年代以前の日本人、隕石研究者のほとんどは、海外での生活が長かった。南極隕石が大量に発見され、隕石の総数が増えたことにより、隕石は増されることなく、 研究に使えるようになった。南極隕石のデータベースが整備されている。例えば、ヤマト691なら、ヤマト691のデータをウェブ上で閲覧することができる。さらに研究者は希望する南極隕石のサンプルを入手することもできる。南極隕石は、基本的に採集した国がすべて保存することになっている。実際に、日本隊が採集した南極隕石は、 国立局地研究所局域科学資源センター南極隕石ラボラトリーが収集から保存、研究、情報公開のすべてを担当している。国立局地研究所が保管する隕石の重量は平均1 0 0ム、総重量はおよそ1.7トンである。アメリカは NASA でキュレーションを行い、研究が終わったらスミソニアン博物館が作った専用施設で保管している。 最初にガツキゲン隕石と判明したアランヒルズ8万1000南極隕石の一つ。名前の通り1981年に発見された。数が多いことから南極隕石には滅多に見つからない珍しい隕石が含まれている。例えば南極で初めて見つかった隕石種や南極以外では見つかっていない隕石種の中のサブグループなどである。他には2013年には ベルギーと日本の共同調査隊が隕石としては重い 18kg の南極隕石を東南極で発見している。そして日本隊が採集したものを含む南極隕石の中には十数個、ガツ隕石や火星隕石、小惑星の岩石、微惑星の表土、原子惑星の破片など珍しい隕石が含まれている。15字体の大量発見に臨場し、 南極隕石の収積モデルを考案した矢内慶造は南極隕石の中には月の裏由来の隕石や金星、水星から飛来した隕石が含まれている可能性があり、さらに数十万から数百万個の南極隕石が採集されれば冥王星起源の隕石や太陽系外起源の物質が見つかる可能性すらあるとしている。普通の隕石とは違い、南極隕石は周りに クレーターもなく、剥き出しの氷の上に黒くポツンとある。よって、磁気探査機などを使わずに、目視で探すことができるため、スノーモービルや、雪上車、ヘリコプター、航空機や徒歩で探す。避難局隕石は、周りの石と石室隕石が混ざってしまい、回収しやすさが隕石の種類によって変わってしまうのに対し、南極隕石は、 氷の上で発見されることがほとんどであるため、そのようなことは少ない。発見される南極隕石の種類は落下してきた時の割合にかなり近いのである。火星起源隕石の一つであるアランヒルズ84001南極隕石は後日の通り表彰に包まれている期間が長く、さらに露出した後も右折が少ない地域で発見されることが多い。そのため、風化や 人為的汚染が他の隕石よりも少ないという特徴がある。特に炭素質隕石が汚れていないことは進化生命学や生化学の研究において大いに役立っている。かつてはヤマト74,662からアミノ酸が多数検出された。また2011年8月22日に NASA は南極隕石から地球上で天然に作られない有機物と 生命維持において重要な有機物とアデニントグアニンを発見したと報告した。最終時の汚染をなるべく減らすために日本の第20次南極観測隊はテフロン製の袋で囲碁の観測隊はナイロン製の袋で隕石を直接包み手や呼気が隕石と触れないようにしている。加えて最終車が乗ってきたスノーモービルを隕石の風下側に停車することにより 排気ガスが隕石に触れないようにもしている。それ以前は、例えば1969年の十字体では隕石にマジックンキで直接番号を書いたり、ガムテープで樹頭のようにまとめたりしていた。また付着している氷雪の誘拐や結露などによって隕石に水分がつくと汚染の原因になったり隕石に含まれる金属が錆びたりする。これを防ぐため、 日本の極地研究所では、南極観測船の冷凍室に入れて冷凍したまま、南極から持ち帰る。そして水分を含まない窒素ガスの充填されたところで、解凍したり慎重に水分を拭いたりしている。加えて、隕石の持つ磁性に影響が出ないように、金属釘を使用していない木製棚で隕石は保管されている。1996年、NASA のデイビッド・マッケイ博士は、 アランヒルズ84001には微小な生命の証拠が含まれていると報告した。本当に生命の痕跡なのかどうか、未だ結論は出ていない。南極隕石の一つであるメット00506、メテオライトヒルズで2000年に発見された。同じ場所で複数の落下により、複数の隕石が発見された時は、地名の後にとアルファベットをつけるのだが、南極隕石は、 同所で見つかる隕石の数が多いためアルファベットでは足りない。よって、南極隕石はまず、山戸山脈で見つかったらマト隕石、アランヒルズで見つかったら、アランヒルズ隕石、と発見場所により総称される。そして総称に最終年の間に桁と個別番号が付与され、南極隕石それぞれの固有の名前になる。例えば、マト74,662は、 1974年に大和山脈で662番目に発見されたため、この名前が付けられた。ただし最終年といっても、年が改まった後の1月や2月に採集した隕石は、その前の年に採集したものとして命名する。南極が南半球にあるため、野外活動しやすいシーズンである夏場は11月後半から1月にかけての時期である。 よって一つのシーズンで集めた隕石をまとめて扱うために、たとえ1975年1月に見つかった隕石でも74年に採集したものとして命名するのである。なお、2000年以降は例例以降を用いる。個別番号の付け方は国際的には決められていないため詳細は国により異なるが、日本では年ごとに1から始まる投資番号が付けられている。 番号は年内では例埋めして同じ桁数にするが、各年の桁数は年間の最終数で変わる。1969年は最終、1969年に発見された9個の山と隕石は発見当時は避難局隕石と同じようにとアルファベットをつけていたが、その後南極隕石が大量にあることが判明し、現在の名前に変更された。 南極隕石が採集された場所を示した地図、南極横断山脈付近拡大図隕石が大量に発見されるところを隕石フィールドと呼ぶが、南極隕石に関しては、山脈のふもとの裸氷体が隕石フィールドである。南極隕石は、南極横断山脈や大和山脈など南極にある山脈のふもとにある裸氷体で大量に見つかる。 裸氷体とは普通の氷床と違って、雪に覆われておらず氷が露出している一体のことで、ある。青く見えるので、製氷とも呼ぶが、伝統的に南極隕石関係者は裸氷と呼ぶ。南極の氷床は普通、氷の上を雪が覆っている。降り積もった雪はさらに上に積もった雪の重さで、押し固められ氷床の一部になる。氷雪が、 おし固まる前に風などで移動するような場所は裸氷体になるのである。ただし、標高が低い裸氷体では隕石は見つかりづらい。これは大抵の隕石が黒っぽいため隕石のアルベドが低いことが関係している。日光を吸収して温まった隕石が周りの氷を溶かして下へ沈んでいってしまうのである。標高1500メートル以上の場所なら、 十分に気温が低くかつ、風が強いため、氷を溶かすだけの熱量を保てず、隕石が沈まないことが分かっている。たとえ標高1300メートルでも、十分に風が強い場所では、隕石が発見されている。なお、山和山脈の裸氷帯は、標高2000メートル以上、12月の気温はマイナス摂氏10度以下、風速は常時10メートルほどである。 先日の通り1969年、山戸山脈の麓という狭い範囲で大量の隕石が見つかった。局地的に多くの隕石が発見されるときは、隕石シャワーを原因とするのが慣習だった。しかし隕石が南極大陸に特別多く降るということはない。そしてそれに加えて、隕石シャワーでは、南極隕石の多様性と大抵裸氷体で発見されるという事実を、 説明できなかった。隕石が局地的に数多く発見される理由について、局地ということを踏まえて、磁力線や引力が関係しているのではないかと考える学者もいた。矢内慶三はこのことに対して、隕石は地球上のどこにも同じような頻度で落下していると考えるのが自然であり、南極以外の場所に落ちた隕石は海に落ちたり陸に落ちて風化したりして、 発見しづらいだけではないかと考えた。落下した隕石が氷河によって運ばれ山脈の前に集積する機構矢内は以下のような集積モデルを考案し、南極隕石氷河運搬集積モデルと命名した。吉田正や長田氏もこの疑問に対して取り組み、矢内よりも先に同様の集積モデルを論文で発表していた。南極隕石は、 南極横断山脈や大和山脈など南極大陸にある山脈のふもとの裸氷体で見つかることが多い。しかし隕石は山脈のふもとによく落ちるということはなく南極大陸全体に偏りなく落ちる。氷河も氷床もゆっくりと川のようにより低い方へ流動し隕石も一緒に移動する。氷河の流れる速さは内陸では数十メートル毎年。 最も速いと言われる、白瀬氷河の末端は 3km 毎年である。氷河のうち、山脈にぶつかったものは、年数センチメートルから10センチメートルの速さで山脈を登る。上昇しきって表面に露出すると、片場風や日射などによって年数センチメートルから10センチメートルの割合で氷のみが、浅白、消耗、消化する。 しかし含まれている隕石はそのまま氷の上に止まる。このような気候によって隕石は山脈付近に集合するのである。南極隕石には落下年代が100万年よりも古いものがあることから隕石は数十万年から数百万年の間集積され続いていると考えられている。矢内は南極大陸の氷にはまだ見ぬ南極隕石が数百万個以上あるはずだ。 と年の時点で述べている山と山脈の隕石フィールドに2平方キロメートルの区域を設定し、1976年1月に隕石を取りつくして4年後に同じ区域で隕石採集を行ったところ、17個発見された。このことから山と山脈では1平方キロメートルから1年に約2個の隕石が出てくると言える。 なお山脈にぶつからなかった氷河は海へ氷山として流れ出す。氷山はやがて溶けるため、南極海やその周辺は他の海域よりも多くの隕石が沈んでいると考えられる。日本の南極観測隊は1997年、約60トンの氷を溶かし、中にあった数千個の宇宙人を採集した。これは宇宙人も隕石と同じように地球へ。 常時降り注いで南極の氷に閉じ込められることを利用した最終方法である。南極隕石表が運搬集積モデル以外にも、風上側が高くなっている氷球のふもとに平坦な裸氷体が広がっていると、数日で新たな南極隕石が現れることがある。このような隕石は風上から強風で転がってきたと考えられる。この気候によって集積する隕石もある。 なお南極では隕石シャワーが落ちてこないということはない。それどころか隕石シャワーが降り注いだ時の隕石の破片の位置を保存したかのように同種の隕石がまとまっていることすらある。南極以外の地域でもグリーンランドのように南極同様の氷河構造を持っていれば隕石が集積されている可能性がある。1990年代に入って 北アフリカの砂漠でも1万個以上の隕石が見つかっている。これは南極隕石採集で得られた事柄を隕石採集へフィードバックした結果である。南極のような運搬集積モデルはないものの、風化のスピードが遅いことは砂漠でも同じである。ありがとうございます。